この企画を始めようという話のもともとの根底としてデモンズソウルというものがやはりあったと思います。でそのデモンズソウルの時にお客さんに新しいものを提供できたと我々は思っているんですね。なのでまた新しいハード、新しい、ゲームでもう一度お客さんに新しい体験を提供したいと思いまして、今回このような話になっております。もちろんデモンズソウル最初に出した頃は当然新規のタイトルということで認知でもこれほどでもなかったと思うんですけども、面白いゲームというものを要は充実感のある達成感のあるゲームを作っていきたいという思いからものづくりに着手したタイトルでした。ブラッドボーンは世界とキャラクターとそしてプレイヤーがみんな一体化してプレイヤーが楽しめる世界を作れるようにというのをテーマにして制作を進めています。これによってプレイヤーは豪華な世界観であったりとか、あるいは暗く沈んだ世界観であったり、さまざまなシチュエーションの中でゲームを進めていくことになります。ゲームの舞台は19世紀のゴシックホラーをモチーフにしたヤーナムという巨大で呪われた街です。でこの街は獣の病という病がもともと蔓延していたんですけど、プレイヤーが訪れたタイミングでその病が今爆発的に広がっている、そんなような状況です。でプレイヤーは狩人となって獣を狩る狩人ですねとなって物語が進行していくことになります。発達した医療のない時代に、奇病や災厄に対してこうよくわからない、得体の知れないものに対する恐れとか狂気とか、それから、心の病巣が生み出すような闇を、そういったものを表現しようとします。ブラッドボーンのキャラクターには今回モチーフとしたビクトリア時代のモチーフというのが大きく影響を及ぼしています。ビクトリア時代の細かな造形であったりとか、あるいは文化であったりといったものが私たちのインスピレーションと混ざり合ってキャラクターに反映されています。で、ヤーナムの街にはプロの獣を狩るプロのハンターたちがいて、彼らはそのギルドや教会といった組織に属した上で、そういった行動心の上で活動しています。で特にデザインに、関わってくるのはその彼らの専門性の高さ、そういったまた思考性などの強い、個性を表現するようなデザインを特に意識しています。PS4 のグラフィックス性能は緻密な造形の表現や新しいライティングだったりポストエフェクトの表現をかなり自由に表現することができるようになりました。そうですね、基本的なゲームの作り方が大きく変わってるってことはないんですけど、今までの2から3に比べて3から4の方がメモリがすごく増えたりだとか、CPU のコア数が増えたりだとか、あとはすごく作りやすくなっている、素直なハードになったっていうのが、今までの、プレステ3とかのハードウェアでは表現できなかったような細かいところまでのグラフィックが、再現できますので、その分、かなり細かい部分までのデザインを求められるようになりました。で、その布とかのシミュレーションにものすごく CPU パワーを、バランスとしては割いているという、作り方をしているので、そういった世界の柔らかさのようなものを感じていただけると、プログラマーとして頑張って最適化した甲斐があるかなと。今回は今までよく作ってきた甲冑の世界ではなくて、布の世界というのも変ですけど、非常に柔らかい動きのものが多くて、テーマとして死闘感という言葉で我々は考えているんですけど、バトルを死闘にするためによりアグレッシブに戦う、その上で出てきたのが、コンボをさせるような変形機構であったりとか、手触りもとにかくプレイヤーさんが触っていて気持ちいいみたいなゲーム性、そういうものを志向しております。デモンズソウルから、今回新しいバトルっていうものを提案するにあたって考えたのが、近接攻撃っていうものをより
パワーアップさせるっていう部分と、あとは、スピーディーな展開っていうのを考えました。その中で現れるキャラクターも様々なリアクションを重視して制作しておりまして、ユーザーの行動に対して様々なリアクションをするようになっています。そこでプレイヤーは手応えを大きく感じられるように調整をしていますので、ゲームに深くのめり込んで大きな達成感あるいは指導感といったゲームプレイに関係するところを一番注力して作っています。待って戦うスタイルではなくて、待っていると敵に飲み込まれても殺されてしまうぐらい恐ろしい戦いというものを提供したいなと思っておりまして、待っているんではダメだと、自分から仕掛けていかないといけない、能動的に立ち回らなければいけないという戦闘を実現したいと思ってまして、剣と銃を我々は採用しております。でさらにその切り合いというものを高めるためにリゲイン、新しいものを用意しているんですけども、これは敵から攻撃を受けた時に一定時間内に切り返すことがうまく成功すればヒットポイントを取り戻すことができるというシステムになります。盾っていう存在は本作にもあります。ただ、ずっと守ってるだけだとやっぱり死んでしまうので、状況によって使い分けるみたいなのが非常に大切になってくるとは思います。繰り返しにはなってしまいますけども、その記憶に残るというか、その残し方が、多分他のメーカーさんとは多分若干違うアプローチを取っているのかなと思っていて、それがその難しさであったりとか、今回のブラッドボーンだとその死闘感であったりって、ちょっと聞き慣れない言葉っていうので多分記憶に残そうとしているのかなと思っていて、そのあたりが若干変わったところに見えるのかなと思っていて、それが多分フロムの色なんだろうなと思ってます。発売された時にユーザーさんにどう思ってほしいかっていうと、我々が一番最初に企画をした時に一つ大きく目標として掲げたものとして、デモンズソウルのファンの人たちはもちろん遊んでいただきたいんですけど、さらに今までデモンズソウルを遊んでない人たちにも遊んでほしい、広げたいみたいなのがありました。なので絶対遊んでいただいたら楽しいゲームにはなっているので、一人でも多くの方にもともとアクションゲームが好きな方であったりとか、アクション RPG が好きな方では絶対面白いと思いますので、そういう人たちに遊んでほしいなと思っておりますし、そういう方々に向けてこんなに面白いんだよっていうのは今一生懸命 PR させていただいておりますので、ぜひ興味を持った方は買っていただければ嬉しいと思います。 Whatever happens, you may think it all a mere bad dream.Ha ha 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 ha!